どうも高井です。なぜ9割の人は流暢に話をしようとして失敗してしまうのか、その原因は話し手の過剰なまでの自意識だと私は考えています。視線が一つであればまだいいかもしれない。ただそれが複数にプレゼンの場であったり会議の場だったら、大量の視線をバッて同時に浴びるわけですよね。浴びた結果、話し手は期待されている、うまく話さなきゃ、流暢に話さなきゃって思い込んじゃうわけですよ。見ている側は早く終わってくんないかなって退屈そうな顔してるかもしれないし、もしかしたら鼻をほじってるっていう感覚で聞いてるかもしれない。もしかしたらうーってあくびをして、早く終わってよって思ってるかもしれないですよ。つまんねえなとか。あなたももしかしたら私の話を聞いてそう思ってるかもしれないけど、まず期待されてないっていう前提で話をするっていうことは、慣れてない時ってすごい厳しいわけですよね。なので3分で話そうって決めてる内容1分半になっちゃうかもしれないし、もしくは1分切るぐらいの勢いで早口で喋ってるかもしれないんですよ。会議の場だとゆったりと話してた方がいいんですよ。プレゼンっていう感覚でゆったりと話してた方が相手に伝わるし、でもそれができないんです。しかも早く話せば早く話すほど、次に話すって内容を頭の中の知識の引き出しがポコって出して、スパッて話すことができなくなっちゃう。すごい勢いで車で走ってたら、前の視界がスーって狭くなっていって、徐々に曲がることすら厳しくなるみたいな、まあ、レースゲームだったら分かるかな。 F1 なんて言ってもその経験者しか分からないし、レースゲームをやってたら速いスピードで走ってたらカーブとか曲がるの辛いしね。その感覚と一緒なんですけど、話のスピードが速ければ速いほど切り返しができなくなっちゃうんですね。次はこれを話そう、次はこれを話そうって、もうほぼ暗記してる状態じゃないとできないんですよ。だからこそこういう本内容って重要だと思うんです。ただこの本には訓練の方が書かれていません。方法は私が以前作ったコンテンツ、9割の人が磨き方を知らない影響力を出すシンプルな話術の基礎に、こういう順番でコンテンツを視聴したいよっていう私が作ったコンテンツを紹介しています。そちらをご視聴ください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。